はい、縁切りおじさんだよ。さあ、あなたも神様のエネルギーを浴びて幸せになりましょう。ということで、今回は佐野の御事様のお力であらゆる邪気を払い清めます。もちろん原因も払いますよ。それで例によって大事なお願い、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、佐野の御事様のお力であらゆる邪気を払い清めます。
終わりました。これで間違いなく過ごしやすくなってますね。それではまたあなたとお会いしましょう。